はい、皆さん、こんにちは。ダイダラです。やっていきましょうか。よし、クラフトワールド。さあ、前回ね、このプクプクドカーン海賊島なんですけど、ここをね、表面だけ攻略したんですよね。なので、今日はまず裏面からやっていきたいと思いまーす。ここはね、大砲をドンドンドンって撃つ面白いステージですからね。いや、楽しかったね、ここ。ヒップドロップを連打するとね、大砲をね、ドカドカドカって撃ちまくれるんですよね。ちょっと今回もそれ使いまくって攻略していきましょうか。でもコポチを捕まえる系だからな。どこにコポチいるんだろう。多分なんだけど、海賊船にね、コポチが乗っているって俺予想するんですけど、ね、いかがでしょうか。正しいと思います。こうこうこう、みんなこう。うるさいうるさいうるさいってやる。さて、ひたすらこうやって連打しときゃいつか。おお、こっちかで、ね、いきなりね、ほら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 、この手前か。くそ、分けてこられたらできねえ。くそ。使い分けられたら俺には何もできねえ。クソ、また手前が。今度奥かよ。あいつ、あ、でも届かねえ。あいつなんだそれは。ほら、これ奥か手前か、本気で見極め難しくねえ。どっち、次手前ね。手前と見せかけてね、奥急いでくるっていうのもあれってるからね。ほんとどんどん沈めていこうぜ。さあ今度奥、おわ、てうわ、もうそういう性格悪いのやめなさい。ねえ、コポチ発見。よーし、コポッチー、カモン。よーし、オッケー。ここ、なんだあれは。あれ、奥か。うわ、奥、敵めっちゃ、敵やっつけれたんちゃう、これ実は。あ、やっつけられへん。結局それ、敵やっつけれたら面白いもんな。あの、モリモリのとこに敵いたら。てか、今のモリモリのゾーンでちゃんとね、見とかないといけなかったんじゃないの、俺って。コポチがいるかどうか。多分ここのブロックの中にいるんじゃね、コポチ。ね、いないかな。声聞こえないわ。いなかったです。悲しい。コポチ、あ、ちょっと待って、これ多分いないわ、コポチ、ここ。多分あそこで見せてくれたじゃん、俺たちに。なんかここにはいないから先進みなーってことだったのかもしれん。急いで行きましょう。コポチ、うお、ぷくぷく丸。急げ急げ急げ。割と時間やばい、時間やばい、時間やばい。3分30秒だったっけ、今回のステージは。特にね、コポチが入ってるとなんか宝箱揺れたりするよね。で、自分の、なんか今聞こえた？なんか猿の上おるぞ、あいつ。よし、おいで、コポチ。猿引き目。お猿さんの上楽しかったかな。さあ、今回ね、ヨッシーくんはね、クラフトヨッシー着てるんですよ。クラフトヨッシー、緑ヨッシーにクラフトヨッシー着せたくて。ちょっとやってみたかったんですよね。いや、クラフトワールドのね、このほんと別のウールヨッシーのね、アミーボ欲しいんですけどね、ほんと売ってないんですよね。ほんと、いや、マジで買えない。ねえ、どこ行った、こっち。え、こっちの声聞こえたよね、今。どこ、待って、これは助けてあげなきゃ。えい、よし、救ってやったぜ。こっち側は地面だから敵なんもねえじゃん。わわわわ。さあ、みんな身の下までバカンスして、お疲れ様です。さあ、これでゴールでしょうかね。行きましょう。おーおーおー、ヘイホーに何か悪さしたんやろうかな、コポチちゃんは。さあ、3分経過、3分30秒だよね、多分、おそらく。で、お猿さん入れちゃおう。最後踏んじゃった。よっしゃ。さあ、これで攻略完了。ういよしー。そう、ウールヨッシーのアミーボをちょっと探してね、ブックオフとか中古ショップ巡りしなきゃね、なんとしても手に入れてやるぜ。で、ちょっとこの動画中になんとかね、動画シリーズ投稿中にね、皆さんにお見せできるように頑張ります。 OK、 じゃあ次行きましょうか、次のステージで。さて、ここですね。ツルツル冷え冷え氷の海。氷か。え、じゃあめっちゃ地面滑るんかな。なんかすげえクジラが映ってるけど、なんかすごい、あのさ、パンツ履いてるね、やついたよね。なんだっけね、あのボスでいたやつね、パンツ脱がしていくってやつ。パンツ脱がすってなんかあれですけどね、敵のパンツを脱がして倒すって敵がいるんですよ。 ね、 ね、皆さん現実ではやっちゃダメですよ、皆さん。行きましょうか。だって、わ、ペンギンちゃん食べよう。うしとりー、あー、下押すと滑って飛んでいく、楽しい。ちょ、見て、みんな後ろにペンギンいる、可愛くね。あるバケツのペンギンか。あ、ペンギンはあれなんだね、お猿さんと同じで、ねえ、親子、子供も狙える。親子ともども狙えますね、これ。後ろのあの、でっかいのも、あれは狙えないんだ、風景のやつは。
ピンチは持っていこう。わわわわわわわ、邪魔や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 。寒い、寒いよ。めっちゃ滑る、これ待って、想像の3倍ぐらい滑る。よし、今これスルってすり抜けたよ。これ頭、ここ頭かなと思ったらね、頭すり抜けるんですよね。実はそこちゃんとヨッシーの体の範囲じゃないとダメっていう。で、トゥーイッ、おお、え、ちょっと怖いよね、これ。ハテナ雲がね、いつもより探すのがばっちゃって、いやー邪魔だお前ね。上飛んでいくと、あー、ピンちゃん踏めた、かわいそう。むっ、つらら、つららがあるってことはなんかあんの？壊せんのかな、このつらら。壊せない。つららの上に乗っていくとか、そういうところがなんかありそうですよね、今後。ほら、こういうとことかね。よし、さあまず赤コインゲットです。あんまりゲットできてない赤コイン、不安だぜ。よし、さあハトつらららら。だからつららのこういうところをね、はてな雲が俺だったら置くよ、こういうとこに。なのでこういうとこしっかりチェックしておきましょう。じゃあここだな、はてな雲下。みんなももう分かるようになってきたでしょ、俺の。もしこの配信を見てる方々、動画見てる方々ね。あ、多分ここね、あるぞ、ダイダラちゃんと気づくかなみたいなね、そんな風に思っていただけたら嬉しいですね。え、ここ出てくる、あ、手前がここ、トゥリーン、楽しい。え、これどうすんの？ん？なんだこれ？え？切符ドロップ？あー、釣らないでー。え？俺自身が餌になることだじゃない？あ、潰せた。あ、あーあああ、なるほど、釣り上げてくれるのがこいつが。フィッシュ、ありがとうありがとう。お前今の顔結構可愛かったな。卵がないんですよけどね、私。これ上いける？あ、上こっちから来たんだこれ今。トゥイーって。よし。滑り台楽しい。さて、こうやってんだ。おお。なになになに、え、クマちゃん！ちょっと待って、落とされる。ひでえぞ、そのクマ。おお。こうやって、このステージ！すげえな、これ。氷を斜めにすると白クマが動いてくるって感じが。わわわわ、え、これちょっと待って、ちょっと白クマちゃん邪魔ですよ。かわいい、これ天体ドームみたいなところから。うお、押さないで押さないで。よし、ではこちら側へ。プレゼントボックスとかもパッと見今んとこないよね、多分、おそらく。わわ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 わ、出た、こいつこいつこいつ、こいつのパンツ脱がすのよ。パンツ脱がすのみんな大好き。え、俺はそんな大好きではない。卵ないんだけど。え、あ、これ前歩くと、前歩くと進むようになってる、すげえ。ゆいー、おパンツーじゃない、おパンツーじゃない。俺は何を言ってる。よし、食べて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 。あれ、赤コイン入ってないんだ、ここ入ってると思ったのに。よし、ちょっと待ってね。撃て、さて撃つと、おお、水がドバッと出てきて、おいしいおいしいおいしい。今赤コインなかった？赤コインばっかじゃんこれ。あと1枚か2枚。よし、さあこれで回収完了、行こう。結構やらしいとこに赤コイン置いてるのね。では奥にカニちゃんが、カニちゃんがいて、さあ卵がちょっとあんまないのでね、しっかりと回収していこう。さあ何これ、平らに、このカニ乗れんのかな。おお。このカニ洗濯バサミでクジラの、クジラの顔つねってんぞマジ。お前マジ悪いやつだな。あれ、これどうやって上行くんだ、上行けるか、こっからか。よし、さあ到着。これヒップドロップするのか、えい、え、違う、噴水をどうにかして出すんだと思うんだけど、え、カニをやっつけんのかなこれ、もしかして。さっきのところそんな気がする。クジラくんを助けてあげるのかな、もしかして。ねえ、あ、間違えた。ほらこいつ、えい、ほら、優しい男ダイダラだった俺、照れるな。よし、さあフラワーゲット。僕は水出して、水出して、わーっ。よし、さあ進みましょうか。いや、なかなか面白いねここ。カニも撃てばいいんだな。おお、なんだこいつ、なんだお前、邪魔やぞ。こいつやっつけれんの。あ、いや、こいつ中生きてんぞ、中に入ってんぞこれ。何入ってんのお前。わっ、ペンギンが入ってんだ。
赤コイン、ちょっと待って、今の赤コインは気づきづらいぞ。これ赤コイン持ってんじゃん大体。よし、いや敵闇か、あやっちゃったかなと思ったけど、まあ最悪というか卵で取れますねこの辺りは。よし、それ全部回収。上にフラワーがあったらね、すごい落ち込むやつなんですけど、まあまあまあしゃあないでしょう。では裏面いきましょう。裏面、はい、何これは。でこのコインを全部回収しろ的なやつだな、これ。あと1体、よし。いや結構危なかった今の、意外と時間がシビアだったね。かわいいこれ狙えないつららゾーンへようこそ。わわわわ、これは斜めに揺れてるぞーっていうやつ。いけないなこれ、若干なんか揺れるよね体こいつの。よし、さあ上側、おコイン、赤コインかこれは。後ろにさ、マリオ座がある。マリオ座 M って書いてるよし、ここなかったか。うわ危ね、え、なんもないのここ。嘘、絶対あるでしょこれ。この右上とかないなんかいかにもありそうなのにね今のとこ。さてさてさて、よく落ちる私ですが、えい、はい、オッケー。さてペンちゃん、歯とかもいらない。え、なんか今回あんまり回収できてる気しないんだけど、ステージが長いのかなこれね。お、すごい、うおーやー、ちょっと、それはわからんわからんね。滑っていこう、うーい、やい、なんだこれは。うわ出た、またコインを回収せよーってやつ、しっかり集めてゲット。さあフラワー回収、お全部回収完了。だけど皆さん赤コインがねゲットできてないんですよね今回。若干多分なんですけどね、このダッシュで行かせてたじゃん、だからこういうとこにハテナブロックがどっかに隠れてんじゃないかなって勝手に思ったんですけど、ないか無駄足やったわ滑っていこう。うわー待って、ここ入れる、もしかして入れないか、そりゃそうだ。いやこういうね細かい男になろうみんなも女の子かもしれんけどな、細かい女の子になろうさ。なんもないの、わー飛ぶねー。下に今コインあったよね、うん、おあったぜ、あ赤コイン、えまだ2枚足りない。俺ちょっと気づいたことがあったんですけど、こっちみんなこっちのね上にクジラがいたと思うんですけど、ねこいつの上とかどうよ、怪しくねほら、いやこんなとこから来るとこはないかさすがに。え2枚取り逃しちゃった、そうどこだろう。まあまあとりあえず一旦ゴールしましょうか、このままゴールだよねこれ。よしゴールでーす。うわ悔しい、取り逃し発生。まあでもゴール、よし。いやなんか氷のステージ、氷をうまく使ったギミックとかいっぱいあってめちゃんこ面白かったですね。さあ赤コインが残念ながら2枚取れず、多分ね1個の隠し立てなくもあたりの取り逃しだと思うんですけどね。まあまあもう一回もう一回やりましょう。あさあもう一回行く前にすいません、ガチャ1回回させてもらっていいですか。多分ペンギンの服とかもらえると思うんですけど、あお着替えしたい、お着替え。ゼロコインだって、初回ゼロコイン。あ違うじゃん、あのパンツのパンツくんだ、パンツくん名前忘れちゃったやつ、引きたいパンツくん。今だけ1回タダだよ、じゃあタダでやらせてもらいましょう。タダガチャ、タダガチャって嬉しいね、タダタダガチャって当たらないよね。うっす。さて1回200円なんだここ、スチロールの箱。いやもうクラフトでもない素材それ本当。じゃあちょっと今回ちょっとか高いからね、3回ぐらいにしておきましょう。当たる、まあでもすごいで当たるまで引きますのでね、当たりませんでしたね。いくら使うでしょうか今回は。でまあまあまあ何が入ってるかお楽しみに。だってノーマルはでたまたペットボトルのキャップだからそれ工作じゃない、こぶねー。わーこれはいいじゃん、段ボールに絵描いて可愛らしい。さてヤシの木セットでーす、僕木の役ですってやつやな。よしじゃあもう一回3枚入れましょうか。じゃあこれで当たってくれよ、これで当たらんかったら全部引いちゃうことになった。あ一発目出てきた、おいしい、よーし。わーこのスターの蝶ネクタイしてるやつらなんで名前なんだろうね。
さあ中身はこいつだ。で、どんぶり、あー、どんぶり、どんぶりで、そうだそうだ、そんな名前だった気がする。クジラ挟まれてたやつはタコで、タコ食べたい、タコ好き。よっしゃ、さあ着替えましょう、どんぶりさんにね。どんぶりぶりぶり、どんぶりさん、わっ、いいねー。これでこの姿のまま浮き輪乗ったら楽しそうだね。オッケー、ではすみません、赤コイン探しもう一回行ってきたいと思います。行ってきます。毎度おなじみ恒例のしゃがみのモーション、これですねやばい、浮き輪が、浮き輪が地面歩いてる。足ちらっと見えるな。あーすよし、じゃあすみません、赤コイン探してきますね。プレゼントボックス見っけ、めっちゃ先やった。どんぶりさんのね、ところの奥ですね。さらに、え、でもこれで1個だけじゃん。あれ、あと1枚まだどっかあんの。うそー。お、ついに発見、こんなとこにあった。これね、序盤です、序盤ね、生き直したんですよ、最後のところからね。えくっそー、マジこれ最初のとこ取り逃しか。よっしゃ、ようやくゴール。いや、時間かかった。だってさ、今回ほんと最後まで来てまた最初まで戻ったからねでようやく見切れたって感じです。隠しハテナ雲のね、位置がだんだんいやらしくなってる。いや、これはなんかほんと全部のステージのね、あの足場があるたびにぴょんぴょんジャンプしないとね、コンプリート難しそうですね。よし、ではすいません、ここの次はあのコポチ行きましょうか。裏面です。3分30秒以内にゴールせよ。まあ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 、いけるでしょどんぶりさんのところね、どんぶりさんかどんぶりさんかわかんないけど、あいつがいたところをね、うまく時間短縮できたらって感じですかね。頑張っていきましょう。おうおうおう、かわいい。これ何いるか、これわかんないけど、あそこの下もちょっと怪しいんだけどね。まあまあまあ、気にせず行こうぜ。おお、走れ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 。これつららの山や、つら山。よし、さあペンちゃん、ここは滑ってついていったとこやのに、なんか登っていくの変な感じ。でもこっちは滑れる。じゃあさあ、これハートだから無視しておこう。ワンちゃんいない、ワンちゃんいない、ワンちゃんいない、ワンちゃんいない。見づれー、ここ、ここ登れるんすよね、ちゃんと。なんもないっすね。あれ、ここに俺もう早速スルーしてる説あれ、邪魔だ、くそ、こんながコポチ入ってんじゃねえ、どっかもう一個の方とかに。えい、え、なんかでも聞こえた今。あ、奥だ、こいつだ、コポチちゃん。えい、さあこれ1匹目、1匹目だ、よかった。ちょっと不安だったんだよね。オッケー。ね、後ろにね、浮いてるのが発泡スチロールとかだよね、大体。ほら、何するだね、いいやつだな俺特になんもなかったね、ここ。よし、さあどんぶりさん乗っていきましょうか。どんぶりぶりぶり。さて、ぷくぷくはね、大事な補給物資ですので。あれ、ここハテナなかったっけね。おう、ワンワン聞こえたぞ今。あ、後ろで遊んでるあいつね、え、高いところ。よーし、さあ2匹目黒ポッチゲット。あとはピンクちゃんだけ。おう、発泡スチロールをね、切り抜いて後ろのやつクマにしてるんだね。へえ。すごいね。昔というか前作はね、ヨッシーウールワールドって言って、ケイト関係とかね、手芸関係っていうのかな、なんていうのか、限定されたものづくりだったんですけど、今回クラフトって言って、もう何でもあり、段ボールとかさ、もう、まあ、工作関係だったら何でもありになってるから、そのあたりがなんかね、面白いよね、ほんと。おぉ、坂登りまーす。ほらほらほら、うわ、果てなくもなくなってる、ここ。よし、じゃあコポチラスト1匹は一体どこにおる。うわ、聞こえたよね今、なんか、え、あ何つららにへばりついてんだよコポチ。さあ、あとゴールするだけです。走っていきましょう。あと少しですね。さっきの最後の果てなくも今のところここにあったんですよね、ほんと序盤。一番最後のプレゼントボックスからあそこまで戻ったんだよね、ほんと。大変だったぜ。よし、さあさあ、ラスト坂道を登って、ゴールしましょう。ウェイ。後ろのあのオーロラ、何なんだろう、あれ。アルミホイル？いや、違うよね。紙かな、ただの。
よし、かわいい。はい、ということで、このステージもオールコンプリート、イエーイ、ダイヤル最強よかったよかった、花丸クリアですね。さあ次がまた新しいワールドで、そしてね、確か次はビーズがあるところだったと確か記憶しておりますね。あ、そうだよね。さあ次回どんなステージが待ち受けているのかお楽しみに。また次の動画でお会いしましょう。おつぽよ。